赤壁の戦の後、天下は私たち宗義と劉備、孫権による三つどもえの形となりました。そして父上は志半ばにして世を去られました。葬儀を継いだのは我が君宗妃様。聡明なる我が君が天下を一つとして治めれば、次の時代はさぞ豊かなものとなるでしょう。ですが高顔な職は北伐と称し、葬儀の領土を脅かそうとします。身の程を知らぬ無粋な輩には厳しいお仕置きが必要ですわね。信よ、これより私が葬儀の主となり天下を目指す。宗孟徳の覇道を継ぐのではない。この宗士官の覇道が今より始まるのだ。まず手始めに外邸の地を職より奪う。奴らは愚かにもあの地で山頂に布陣している。街道を奪い孤立させてやれば終わりだ。信よ、共に参る。うるさく吠える職名を返り討ちにする。そなたの麗しい姿、散りゆく職の将兵たちの手向けとしてやる。諸葛亮の弟子と聞いたが、山頂に陣取るとは愚かな。師匠の代わりに軍略の美学を教えてやらねばなるまい。美を示す、いいでしょう。私の出番ですね。行け長考よ。は、いざ。義の本陣、坂落としで一気に落とすぞ。見えすいた策。我が知略の敵ではないわ。各軍、戦況を見極めよ。覚悟なさい。次は負けない。汚らわしい敵将討ち取りましたわ。一人か、死にたいようだな。なるほど、元の領主を奪取しましょう。さすが馬謖は孤立無援。美しい才能。次は負けない。敵将討ち取りましたわ。なんと側面の麓が奪われただと。美しき調べ、さらに響かせよ。今度は負けねえからな。敵将討ち取りましたわ。引き続き馬謖を攻略し麓の奪取を。一人か、死にたいようだな。覚悟なさい。
敵将討ち取りましたわ。上主は私をお許しになるだろうか。軍略も戦力も我が軍には遠く及ばぬ。諸葛亮、次はもっとマシな奴をよこせ。馬謖を破り雷霆を占拠した。思い上がった愚か者が勝てる戦などこの乱世にあるはずもない。この勝利はただの必然だ。この戦の収穫は諸君の人材不足を確信できたことか。あとは我が軍の精兵でじっくりと追い詰め息の根を止めればいいだろう。新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際二国に及び幼年神童と称された人物のようじゃな。